ンポン。イエーイ、今日はエイプリルフールです。せやな、年に一度の嘘をついてもいい日というわけで、これをどうぞ。あぎょうさん作業部いかに。金もこちらがあぎょうさん作業部いかにです。どうでもいいけど、じ合ってる。嘘を言えば真実に、真実を言えば嘘になる超絶アイテムです。マジかよ。嘘嘘かよ。本当は本当だぴょん。なんかイライラすんな。これでは行きます。私は顔が飛ばせます。本当？何こいつ腹立つ。これでオッケーです。はあ、じゃあ飛ばしますよ。ほらほら、あ、やっぱり飛ばせなくなってる。なんか首ごと飛びそうで怖いからやめて。じゃあ次はあかりちゃんどうぞ。ん、じゃあうちは超能力が使える。嘘、ほんまなんやこいつ。どうですか？わからん。なんか起これ。何が起こった？どうやらあかりちゃんの能力はフリー素材のおっさんをダウンロードして黒板に貼る能力のようですね。マクロかな？使いどころなさすぎるやろ。じゃあ行きますよ。先生は頭がいい。絶対嘘だ。なんか口調強くない？お、なんか頭良くなった気がする。1たす1は？ 3、僕が。この答えが数値化とされてますよ。成長の仕方が異次元すぎるわ。何お前。てかこれもしかしてうまくやれば願いを叶えることも可能なのでは？まあ、せやな。よっしゃ。じゃあね、じゃあね。ゆかり先生は貧乳。それな。落ち着け落ち着け。う、しゃあない。悪用しようとしたら願いを叶えてくれない仕様なんやろ。むむ、そういえばあぎょうさん作業後って何だったんですか？さあ、分かった人はぜひコメント。ちなみに元ネタは地獄先生。やめろよ。